はい、お茶です。はい、ありがとう。どうぞ。ジャパニーズクッキング101のナンバーワンレシピ、ナンバーワンレシピ、 YouTube でナンバーワンレシピってなぜレシピ的にナンバーワンなわけじゃなくて、ビュー数がナンバーワンってこと、ね、そうそう、ビュー数としてナンバーワン、うん、わ、タララーン、スイートもちスイートもちもちなんやけどね、ちょっと甘い、うん、あの牛皮っぽいやつで、そうそう、あのもち米から作ったあのもちっていうよりは甘いやつ、ね、甘いやつ、うんうん、そうそうそう、ちょっと見てみよう、見てみますかね。すごいんですよ、ビューが。オッケー、もちレシピで。もちレシピ。で、そうね。アドの次に出てくるのがうちらのレシピです。3.9 ミリオン。わーって。いや、開けてみる。ということは、うん、開けてみよう。7年前に撮ったやつよ、これ。なんかちょっと恥ずかしいんですけど。コメント。コメントがまた3400。うん。あのこのレシピがナンバーワンなのかっていうのをちょっと調べてみたっていうか、そう、検証してみました、うん、検証してみた結果まあ第一に私は知らんねんけど、うん、あの不安やんな BTS の、うん、っていうかBTS のメンバーね、うん、ジンミンっていうメンバーが、ジミンじゃない、あ、ジミンかファンじゃない、全然ファンじゃない、カットしてジンミン言っちゃったジンミン、そのニックネームがもちなんやね、うん、でもち知らんかったけどね、そうらしいね、そうらしいんです。でもちってなんかどんなんかなっていうので、その BTS のファンの人たちが検索してたどり着くのがうちらのレシピで、みんななんか人民から来たとか BTS から来たとかって言って言う人もいれば、反対になんで BTS ってこのチャンネルで言ってんのやめなさいっていう人もいるし、そう、うん、止めてくれる人もいるけど、でもまあその BTS のファンたちが別に荒らしてるわけじゃなくて、そうなの、なんかみんな、うん、盛り上げてくれてる、そうなんか、あーなんか持ち時間やみたいな言ってくれてる、デイジーうるさいけど、うんうんうん、私実は秘密があって全然人民って言ってたけど、なんか違うの、私もね私もね、アーミーなの、ほら見てこれ、知ってる、これってコンサートに行かなもらえへんやつ、You have to attend, you have to go to a concert in person to get this. I'm speaking English to all the armies in the world. I am just like you. Not just once, this one is from... Ta-da! 2回行ったの、2回見て、これほら Army って書いてあるよ、I was there, armies! 嘘つけ、嘘じゃないよ、これはね、ほんまにまだもらえへんねん、ちゃんと言って、それは嘘じゃない、これ BTS アーミー、まあ、アーミーかどうかはめちゃくちゃ怪しいだからね、いいんです、BTS の人たちね、私たちのビデオ見て見て、来て、うんうん、この文字のさ、グラフィックでさ、うん、なんか顔を勝手に加工して、うちらの写真で加工してる人もいたよね。そう、こういう感じでね、検索するとね、ジミン君が出てくるでしょ。でも、もちっていうのでなんかあったこれ、こんなんしてる人いんねん、私たちのこれ、イメージを意外なんやけど、著作権、私らの著作権がThat's copyright、 もう BTS にめっちゃお金払ってもらわなあかんこういうことしてる人もいるぐらいにね、だからお餅みたいな顔なんやな、可愛いんやな、で、それがまあ第一の理由で、そのたくさん見てくれてるとか、コメントをくれてる人とか、うん、で、まあ2番目の理由がやっぱりあのお餅の人気がまあ世界でも結構そうやな、うん、高まってるのと、で、日本の
のアニメとかゲームの中で、うん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 、その何餅のこう料理がなんか出てくるかな。でその次がそれは私らの問題やねんけども、あの砂糖の量が多すぎるっていう、いうのでコメントが入る。そういうなんかまあご批判をいただいてます、うん、で砂糖の量がこんなにいっぱい砂糖の量入れてとかっていう人にまた反撃して、そうそう、でもこれはデザートやろ、うん、なんかキャラメルとか作ったことあるんかとかって言ってる人もいるしな、うん、そう他のなんか、うん、チョコレートとか、 なんか他のお菓子に入ってる砂糖の量を知ってるのか、うん、お前らはって、 っていうので言ってくれてるファンの人たちもいて、そうで、まあ、この餅って言ってるけど、うん、まあ私らのこのレシピは牛皮みたいなもんなの、ね、そうだからそのほんまに純粋にこうもち米から作ったお餅じゃないから、お正月とかに食べるのじゃなくて、このスイート餅ってつけちゃったから、みんながなんで餅にこんな砂糖入ってんねんっていうことも、うんうんうん、でもスイートって入れたよだからスイートって入れて、文字じゃなくてスイートなのよ。もう一つコメントが多いのが、どうもこのレシピを使って失敗してる人が多いと。失敗してるね、できなかったっていう人も、そうでもできる人もいるね。そうで、美味しいって言ってくれる人もリピーターも、結構いてて、うん、そういう理由でやっぱり見てくれたりコメントしてくれたりしてくれたおかげで、このスイートもちレシピが未だにナンバーワンレシピとして君臨してると。7年間ということで、まあ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。 Thank you みんなもちろん BTS とかの人は、まあ、こうコメントで楽しんでくれたらいいんやけど、その問題点の部分でちょっと、うん、解決した方がいいかなっていうのは。そうね、でやっぱりこうもう一回作ってみよう、失敗せえへん、そのようにね。で誰かが作ったらなんかフライドチキンみたいなってまたって言ってたから、フライドチキンにどんな文字よ茶色になれへんようにもう一回こう作ってみて、はい、やってみようかなと思います、うん、じゃあ作ってみましょう。はい、作ってみましょう、はい、問題の砂糖がね2カップ入ってるんよ。うん、2カップね、うん、これね多いよね。確かに多い、ね、でもこれを全部食べるどれだけの量を作れるかっていうのやな、これでね。そうこうやってな、トン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 としたらないくらでも入ってん。なるほど、まあ、はい、水入れます、はい、OK、やっぱりこういうのってグラムの方がいいんかなみたいな、うん、これが分量通り？分量通りよ、はい、全然分量通り、こういう柔らかい感じで。そう、はい、ここはしっかり混ぜる？ここしっかり混ぜとく、はい、ちょうど混ざったよ。さすがジャパニーズクッキングじゃあこの中にこれ入れて20分、はい、20分スティーム、はい、いきます。 OK、はい、あんこがあります。作っておいたやつね、あんこ、私の手作りのあんこね、はい、これを今2つ作ってみる、またたくさんになっちゃうから、で丸めて、これ白あんでしてもいいよね。そう、うん、そう白あんでしたら綺麗と思う。綺麗よな、うん、でも次の夏のレシピでやりましょう。そうやね、交互期待やな、うん、交互期待、いいかも、はい、いちごのスタンバイは OK、 OK ね、そうしたか、はい、できました。どんな感じかな、なんかもう、もち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 です。はい、コントラバーシーの、はい、ここにね、砂糖を入れるの、はい、はい、ここにたくさんの砂糖を入れます。
弱火でね、はい、ちょっとずつね、はい、3、4回みたいな感じだな、うん、ここでしっかり砂糖を溶かして、うん、なるほどね、うん、で餅と練り込んでいきます、はい、そしてあのこの鍋の大きさね、鍋の大きさ、鍋の大きさが結構ポイントで、ちっちゃいお鍋で、うん、あのコネコネしてたらなかなかこういう風に大きく混ざれへんから、しっかり混ざれへんから、そうか、うん、あのやっぱそこはあの大きい鍋でフライドチキンになってしまう可能性があると。あのフライドチキンはきっとちっちゃい鍋でやったからフライドチキンになったから、なるほどね、うん、そしてあの火が強かったんかもしれんね。あ、火がね、うん、火はちゃんと弱火で、うん、で砂糖がなくなったみたいなんで、うん、次また第2弾で砂糖入れます、はい、なんか餅、うん、キャンディーメイキングって感じ、うん、なんかお砂糖すぐに食べるんやったらあの砂糖の量減らしてね、いいよね、いいと思う。これはあのしばらく何日か持たせるため何日か経っても柔らかくあるように砂糖を多めにしてます、うん、はい。だってスイートついてるやつってさ、いつも買ってすごく甘くない、うん、そうよ。スイートティーとか飲んだことある？あるよ。スイートティーってめっちゃ甘いやん。めっちゃ甘いやろ。めっちゃ甘いやん。だからサウスのやつな。そう、だからスイートティーっていうやん。そうよ。だからこれはスイート餅よ。そう、スイート餅やからあのスイートです。スイートでいいの、うん、じゃあ次、はい、入れます。はい、4回に分けて。そうか、はい、じゃあもう軽さのこの辺でこれで牛皮の完成。はい、はい、オッケー、はい、行きましょう。はい、ちょっとかけなな、手が、うん、そうそう、くな、ちょっと粗熱取る感じ、あんまり、そうそうそう、あんまりあれしたらさ固まってしまうから、固まってしまうから、片栗粉はたっぷりと、はい、これコーンスターチでも、はい、大丈夫です、うん、大丈夫です。で適当に薄く伸ばして、で手にひっつくやろ。でもそう、ひっつく、はい、でこれをじゃあいろんなのに、はい、やっていきますか。はい、はい、いちご取って、はい、乗せて、あんこ、はい、あんこに、チョコみたいやけど、あんこや、あんこよ、うん、あんこですよ。まだこれはね、試作やから、うん、あんま綺麗じゃないよ、うん、いいよ、うん、これは今度はトッピングとか、うん、トッピングとかでちっちゃめに、ちっちゃめに、はい、はい、カットして、カットしていきます。デザートのトッピング、うん、アイス、この四角くさ、うん、切ってほしい。四角くがいいよ、うん、これで OK やろ、はい、じゃあ次アイスクリーム来ました。アイスクリーム来ました。はアイスクリーム、それ先にスクープしといたいな。スクープしてて凍らしといて、うん、冷たくね、そうそう、時間との勝負かな、うん、あ、もうちょっとついちゃった、はい、はい、こんな感じ、はい、
じゃあ行ってきます。はい、お、はい、できました。ちょっとアイスから行かなあかん。アイスから行かなあかん。よし、じゃあ私アイス、はい、アイスどうぞ。手前のグリーンティーの食べてみます、はい、こんな感じで美味しそうよ。でも、もう早速保護者から行きます。私はこの、うん、いやでもアイスとかのもこれぐらいな甘さがいいよ。美味しいな、うんうん、全然気になれへん甘さ。全然気にならへんよな、うんうん、結構簡単やった。うん、簡単簡単できるよな。簡単簡単、うん、冷凍しても硬くならへんから。そうそうそう、だから大丈夫。うん、うん、抹茶美味しいな。これは試作品で、試作品です。いちご大福、またこの夏にでも、うん、作ってみたいと思います。で、成功しました。成功しました。美味しかったです。美味しかったです、うん、じゃあまた、うん、皆さん、レシピ通り作ってみてください。レシピ通り、うん、そしてDon't forget. このもち粉使ってね。そのもち粉、これオンラインで売ってるから。売ってる、うん、Amazon の US の Amazon だったらこのリンクが私たちのホームページに載ってます、うん、これ使ったら多分失敗ない。そして、うん、大きいお鍋でよく砂糖を溶かしながら作ってください。砂糖が溶けるまでね。溶けるまでね、うん、ちっちゃいお鍋でなんか強火でやったらフライドチキンになるらしいから。フライドチキンにはなってほしくない。美味しかった。美味しかった。じゃあまた、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。バイバイ。またね。